でもセイヤちゃん、ギリシャへ行くって本当なの？うん、見てろよ。俺はギリシャで腕を磨いて絶対セイントになってみせるからな。そしてこの木のように世界一強い男になってやるんだ。セイヤちゃんたらまるで遠足気分なんだから、向こうで怪我したり死んじゃうかもしれないっていうのに。そんなこと怖がってたら何にもできないさ。ま、どうせ女の子のミホちゃんにはわからないだろうけどね。わかるもんですか。セイントになることしか考えない石頭のセイヤちゃんのことなんか、ギリシャでもどこでも行って二度と帰ってこなくたって構わないんだから。言ったな。俺だってミホちゃんみたいなおたんこなすの顔見なくて済むと思うと嬉しくて嬉しくて、ああ早くギリシャに行きたいな。ほんだ。あの時、やっぱり美穂ちゃんは見送ってくれたのか。当たり前じゃない。そして聖夜ちゃんが5年ぶりに無事に戻ってきてくれた時、本当に嬉しかった。ああ、俺もだよ。また美穂ちゃんに会えて。でも今度は聖夜ちゃん、二度と戻ってこないような気がするの。え、今度って俺たちがギリシャに行くこと誰に？聞かなくたってわかるわ。だって聖夜ちゃんとは小さい頃から一緒に育ってきたんだもの。どんなに明るく振る舞っていても、今の聖夜ちゃんの胸の中には死ぬことも覚悟した決意があるんだわ。美穂ちゃん。でもどうして聖夜ちゃんたちだけがいつも傷だらけになって戦わなきゃいけないの？私たちと同じ年頃の人たちはみんな自分のやりたいことをやって楽しんでる人も大勢いるっていうのに、また女にはわからないって言うの？セイヤちゃん。美穂ちゃん、正直言って俺だって自分の好きなことをやって面白おかしく生きてみたいさ。でもその前に俺にはやらなきゃならないことがある。どうしても避けて通ることができないことが、それが俺に与えられた宿命なんだよ。いつか沙織さんが言ってたっけ、人間はそれぞれの星の元に生まれた定めによって生きるんだって。幸福な星の元に生まれるやつ、不幸な星の元に生まれるやつ、いろんな人間がいるのさ。だけど俺はどんな星の元に生まれようと精一杯生きてやる。傷つこうと何があろうと俺は恐れない。俺には素晴らしい仲間がいる。この星の子学園の子供たちや美穂ちゃんもいる。そのためにも俺は弱音を吐いちゃいられないんだ。そうだろう美穂ちゃん。それに俺には姉さんを探すという大事な仕事も残っているんだ。必ず無事に帰ってきてみせるさ。絶対によ。だって私、セイヤちゃんのことが。美穂ちゃん、俺は君のためにも必ず日本に戻ってくる。誓うよ。